こっちに来るぞ。歩いて追って消えられるぞ。退却退却。基地からドローンが発進しています。後方に狙撃班がいる。彼らと合流後、重戦車の位置まで後退しろ。歩兵を守れ。基地の砲台が動き出したぞ。開始せよ。重戦車、敵基地を狙え。レクイエム砲、ルートリア。レクイエム砲が効かないぞ。手法が効かない。エイリアンが降りてきた。敵が来るぞ。歩兵は重戦車を支援しろ。
敵を迎え撃つ。ウィングダイバー前進しろ。タイタンを守れ。こちらフェンサー2、これより突入する。エイリアンを始末するしか助かる道はない。行くぞ。守られている。周囲の敵を攻撃し守りを崩せ。レーザー砲台が動き出したぞ。高座標を指示せよ。敵のレーザー砲だ。間もなく救護車両が到着する。負傷者は登場しろ。レンジャー16配置につきました。目標座標を確認。真上から投下する。受け取れ。指定座標に投下した。搭乗してくれ。基地からエイリアンが出てくるぞ。白衣、基地以外の敵に攻撃を集中しろ。エイリアンを攻撃しろ。ドローンが来るぞ。敵基地に損傷は認められません。これ以上の攻撃は無意味と判断します。そんな悠長な状況ではない。部隊は壊滅寸前だ。
基地への攻撃は諦めろ。各員、基地以外の敵に応戦せよ。このままだと全滅だ。歩兵部隊、周囲の敵を排除しろ。基地以外の敵を倒せ。
的地点に到着しました。よし、この先に何があるのか確かめる。突入せよ。見張りがいるぞ。見張りを排除する。続くとしかると仲間を呼ばれるぞ。迅速に排除せよ。集中砲火。よっ、ここから先は未知の世界だ。慎重に進む。おい、先は一体どうなってるんだ。ここに何かいるようです。戦闘開始。ここから先は一瞬の油断が命取り。奥に怪物がいるぞ。来ます。敵が来ます。ケニアだ。なんでこんなところに。Yeah!
が繁殖しているようなら人類にとって最悪の事態と言えます。必ず最深部までたどり着き事態を解明してください。分かっている。だが被害も小さくはあるまい。この地下では怪物が掘ったのかよ。やつら地下に巣を作るのか。燃えたぎる闘志の潰さないと偉いことになるぞ。島民でもするつもりか。宇宙人のくせに。ひょっとしたら奴ら地底人かもしれないな。燃えたぎる闘志のタフガイだ。我らは砲兵隊。燃えたぎる闘志のタフガイだ。助けてくれ！
我らは砲兵隊燃えたぎる闘志のタフガイだ。我らは砲兵隊燃えたぎる闘志のタフガイだ。さあおたけびをあげろ、恐れを知らず進め。我らは砲兵隊燃えたぎる闘志のタフガイだ。さあおたけびをあげろ、恐れを知らず進め。
入った。了解。いいね。ぶちかましてやろうぜ。押し出せましたよ。自然の地下洞穴です。そこに怪物が入り込み、拡張して巣に作り変えたものと思われます。半分は自然の洞穴か。すまない。怪物はどこにでも巣を作れるわけではないということかもしれません。ならばここを潰せば当面の危機は去る。射程外だ。近づくぞ。よく見つかった。よし。自然の洞窟がある場所でしか巣を作れず、さらにエイリアンの助力が必要だとすれば、怪物の繁殖力はそれほど高くないということになります。人類にとって朗報だ。怪物駆除の先が見えたな。この作戦の成功を祈ります。まもなく追いつかれた。よし、先行部隊と合流せよ。よく無事で。ここから先は我々に頼ってください。止まれ。それ以上進むな。怪物の反応です。そこで待て。すぐに後続部隊が追いつく。悪い予感がする。手強い敵がいるかもしれないが、突入しましょう。地底にこんな大軍がいるなんて。まもなく追いつきます。
怪物を残しておくわけにはいかない。すべて駆除しろ。ここが洞窟の最深部なのか。洞窟はまだ先があるようです。よし、弾薬を補給し作戦を続行する。ルートは頭に叩き込んである。ついてこい、ユースター。火炎放射器で道を開く。援護しろ。戦闘開始だ。なんて深い穴だ。落ちたらや
賊部隊のために縦穴を確保することだ。怪物を駆除しながら前進する。先導する、ついてこい。侵略生物ベータを確認。足を滑らせたら一巻の終わりだ。慎重に進め。左を切る。
出るぜ。大した度胸だ。敵は守っています。よし、隊を確認しよう。まもなく戦闘が始まります。本体も負傷者だらけだ。ここは我々で片付ける。